はい、背骨を触診するとき、ラインオブドライブって背骨の形に合わせて、真下に押すことをしないと皮膚が滑ったりしてダメなんです。はい、こう丸くなってますよね。こうクーッと、まあ、ここが分かりやすいんで、この面に対して真下に押したらこう滑ります。ではなく、この面に対して直角に当てることによって関節の動きが分かります。真下に押したらこういうふうに斜め方向に行くんで、皮膚がこう滑りますよね。ではなくて、真下、この面に対して直角に、床面に対して直角じゃなくて背骨の面にして直角に押すことによって関節の動きが分かります。通常だったらもうちょっとこう腰痛、ちょっと前腕ありますけど、前腕あって、で後腕あって、ここのまあ第7胸椎ぐらい、まあこの、肩甲骨のエッジの部分、ここが頂点となっています。はい、で正常だったら、腰椎の3番が一番カーブがあって、こう鉛直に押していい状態、見る目に対して押していい状態です。だから この場面で仙骨でこう上がってますよね。これを真下に押すんじゃなくて、腰椎の5番はちょっと下に、これに対して直角に押す。こう押したら、真下に押したらお尻が、皮膚が滑るんで、これラインオブドライブといって、関節の動きを触診するときに重要です。ODS。はい。